出すって一体どういう意味なのか、実は2つのことを同時に言っています。一つは息漏れしないでくださいっていうこと、もう一つは喉を開きましょうっていうことです。これ分けて考えないといけないんですよ。息漏れ防止っていうのはパーって出して、そっから過剰に息を吐いていってみてください。あー声が消えちゃいます、あるいはめっちゃ乱暴な声になっていきます、あーみたいな声を出しながら息を過剰に吐くっていうことの方向を考えてみると、やっぱり息は前に出るんですよ。はーですからこっちに向かって息が出ていってます。これが前っていう方向性なんですね。まず息を前に吐くのをやめましょうっていうことなんですね。もう一つの喉を開くってどういうことかというと、ベロを下げるっていうことなんですよ。例えばなーでな、上についたベロがな、これまず下の顎に到着した時に一つ目の限界を迎えます。なーで、こっからベロはまだ柔軟に動けるんですね。この奥の方、喉につながってる奥の方がなーって開きます。こう下がってこの空洞が開くって感じ。そうすると声帯ここにあるんで、こっから出た声がまずここの部屋にむっちゃ響くんですね。そうするとボリュームが確実に上がります。これができるかどうかなんですよ。これができなかったらどうなるか。間違いパターンでよくあるのは、なー閉まります。これが良くないんですね。後ろに出してくださいっていう言葉が邪魔して、後ろやな、わかったって言って、ベロが後ろの方にギューってこう、喉ごとグーって後ろに行っちゃう場合があるんですね。これが気をつけないといけないことなんですよ。喉を閉めちゃってるんで、空洞を開いてないんで、息はも、まあ出てないかもしれませんが、二つ目のその喉を開きましょうということが成功してない状態です。喉を開きます。なー。これ一回やってみて、明らかに声がでかくなる。もうびっくりするぐらいでかくなります。なー。自分の耳でめっちゃわかります。これが成功例ですね。この状態で息を前に出さないでおいてくださいっていうのが、後ろに出しましょうっていう意味なんですね。こっちの方を開いていくために声がこういう風に動いてるイメージを持つと、ベロが避けてくれて空間が広がりますよっていうことを言いたいんですよ。低い音でやるとね、ちょっと大げさな音になります。あでもこれ高音でやると G ぐらいからね、あ低音はそんなに気にしなくていいです。後ろって言ったら伝わることが多いから後ろって言ってるだけで、伝わらない人にはこうやって細かく説明しないとわからないだろうなと思いながら言ってます。この2つのこと、息を前に出さない、喉の奥開かなくちゃいけない、高音では特にそうです。これが声を後ろに出すっていうことの正体です。